ですね、いろんなも入ってるんですけど、まずあのライオンのクリニカ、はい、クリニカですね、はい、次は、ペツルのベンディ、名前を覚えてください、ビンディ、ビンディ、そうですね、はい、一瞬ベンディって聞こえてるんですけど、発音が良すぎて、ネイティブなんですよ、ペツルのビンディ、はいはい、これ USB ケーブルで充電できる、はい、あの非常に小柄な、うんうん、ライトで、まあ、かっこいいですよね、非常に軽いですし使いやすいし、うちのサイトでも紹介させていただいて、そうなんですね、はい、これ気に入って使ってます、うん、はい、あと変わり種としてはピースマウンテン、ピースマウンテニエ、頑張ってください、もう一回いきます、はい、ピースマウンテニアリング、ピースマウンテニアリング、ピースマウンテニアリング、まあこれずいぶん昔ですけど、はい、そこであの手に入れた、はい、なんとスマホ用の三脚です、三脚なんですね、はい、これはこれクリップがついてまして、はい、ここにこうやってスマホをつけて、で三脚として使えると、いやすごいですね、これは、でこの部分がくねくねなので、枝に巻きつけたりとか、うんうん、そんなこともできます、ゴリラポットのウルトライライト版、ウルトラライト版ですね、そうですね、そうですね、続きまして、続きましては、はい、あれですね、まあいろんなファーストエイドが入ってます。ファーストエイド、はい、まあ特別なものはないですけれども、はい、まあこういうスプレーなんかはよく持ち歩きますね。うんうん、これは何が入ってるんですか？これは発火です。はい、発火油です。発火油、まあ虫除けとかに使う方も多いですけど、自分の場合は結構気分転換というか、はい、汗かいた時とか疲れた時とかにこれシュシュってこう首の周りとかにこう塗るだけで、はい、まあ、すっきりするので目も覚めるし、だからそういう着付けみたいな感じで使ってます、はい、一度だけこれ試しに口の中にシュッてやったことがあるんですけど、眠くて仕方なかったっておすすめしません、はい、どんな症状が現れるんですか、口にシュッとやると、もうあれですね、まず苦い、苦い、うん、で刺激がもう強すぎる、強すぎる、うん、もうハヒハヒになる、発火油自体がもう一滴ですごいですもん、ね、ハヒハヒになります、はい、カトラリーは、はい、まあ、カトラリーは、はい、スノーピークのものとか、はい、まあ、ちょっとガチャガチャつけてるのは、はい、これザックの外側につけとくと、うん、まあ、クマスズ代わりになるので、あ、なるほど、うん、こんな感じでちょっと賑やかしでつけてます、はい、続きましてこれは、これは充電式の LED ランタンですね、まあ、よく最近見かけるものですけれども、こうやって、はい、バルブから空気入れると、はい、はい、こんな感じになります、うん、でスイッチを入れるとこうやって光ってくれます、うん、はい、はい、サコッシュ、はい、ポーチですね、こちらの、はい、この手から、まあ、これはうち、まあ、パゴワークスで出してます、はい、スイングというモデルです。で今年からこういうコーディラタッチの生地になって、非常に落ち着いた感じで、まあ、普段使いから使ってます。バディとかと同じ素材ですかね。そうですね、そうですね、はい、これは L サイズ、 L サイズ、 L サイズの、はい、でこれまでのパスファインダーなんかと同じように、はい、チェストバッグとしてザックの前につけることもできますし、あとは普通にサコッシュのように肩にかけることもできます、はいはい、ウエストバッグとかに、ウエストバッグにもなる、はい、でこれ何でも入っちゃうんで、はい、何でも入れちゃうんですけど、うん、主には、自分の場合は必ず山地図持っていくので、地図が入ります。でどこに入れるかっていうと、はい、これ背面側が実はここにポケットがあるんですよ、はい、でガバッと見た目以上に大きいポケットがあるので、うんうんうん、そこに入れちゃいます、はい、で行動中なんかはこっちに入れることも多いです。あ、このポケットは、そしたらパッと取り出しやすいじゃないですか、はい、シーズは、うん、メインの機質には何を、メインの機質には、はい、まあ、行動色入れたり水入れたりをしてますけれども、それ以外には、まあ、カメラとか、
パクトカメラ。あとまあ充電器ですね。じゃあ充電器じゃないか、こう予備バッテリーですね。予備バッテリー、はい、そんなもの入れてます。カメラはどこに使ってるんですか。カメラはこれはキヤノンの、G7X という G7X、はい、コンパクトカメラパワーショットですね、うんうん、それのマーク2というモデルです。他にはまあそうですね、ごめんなさい本当自社製品ばっかで申し訳ないんですけど、いえとんでもないです。あのこれトレイルバンクというあのうちの財布です。僕持ってます。お、ありがとうございます。どこにあるんだろう。あっちだ。これ非常にコンパクトなのが特徴なので、はいはい、まあ、山にも気軽に持ってきます、はい、でカードはあの3つスロットがあるので、はい、最大2枚ずつ2枚ずつぐらい入れちゃって枚ずつぐらい6枚ぐらい入るイメージですね。で、まあ、お札も入ってます。今すっからかんですけど、はい、これはね本当に使いやすいですよね。そうですね、ずっと使ってますけど、はい、これは名品だと思います。これは柄が入ってますね。柄はこれあのそうですね、アレキサンダーリーちゃんっていう、うんうん、はい、あのブランドさんとコラボをしていただいたモデルです。すごい可愛い刺繍、あの刺繍が入ってて気に入ってます。はい、これ作られたきっかけは何かあったんですか。これはですね、まずはあの、はい、どれだけシンプルなコンパクシンプルでコンパクトな財布が作れるかっていう、はい、そのデザイナーとしてのチャレンジみたいなのをしてみたかったっていうところですね、はい、で財布に小ささを求めてる人ってどんだけいるのかっていうことはその時には何も考えなかったです、ね、でもなんかちっちゃければこういいこともあるんじゃないかなということでカードサイズっていうのを目指して作りました。カードサイズを目指して、はい、まあ、カードはどうしても持たないといけなくなっちゃうので、はい、背景としてはやっぱりもういろんなものがこうスマホでサービス受けられるようになってきたので実際のキャッシュを持つ出番っていうのはなかなかなくなってきていると思うんですね。それこれから先もそうだと思うんですけど、でそういう時代にあった、まあ、財布の形っていうのはあるんじゃないかなっていうことでこういうヘルバットになってます。でまあ、あのこうやってスマホと一緒に持ち歩いてポケットに突っ込めるので、うん、まあ、非常にシンプルであの使いやすくできています、はい、トレランやる人とかもこれすごくね、あの本当トレランの方使ってもらってますね、うん、あの後ろのちっちゃいポケットとかにも入りますもんね、うん、そうですね。こだわった点っていうのはあるんですか。こだわった点はですね、全て賄えるというところ、全て賄える、はい、うん、これはコインケースがちゃんとついているので、うん、まあ、お札もコインも両方入りますし、でカードもスロットは3つですけど、まあ、最大6枚ぐらいは入るので、そうですね、結構入るんですよね、生活には困らないですね、はい、やっぱり山用かなと思って僕も使い始めたんですけど結局普段から使ってますよね、うん、そう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 、まあ、山用っていう言い方も僕らはしてるんですけど、でもいちいち移し替えるってこともないじゃないですか。意外とないんですよねよっぽど長いね、参考だったりとか海外とかだったら別のものを持つけれども、日常的な遊びの中ではやっぱり同じ財布使いたいので、あの普段使いでも困らないように、まあ、全部賄えるように作られてます、はい。